グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。雑草が抜いても抜いても生えてきてしまい、お手入れが大変です。教会から既存のウッドデッキまでの空地は雑草が生えてきてしまっています。空いた土地の雑草取りが大変でお客様は困っていました。敷地周りの一部はお客様ご自身でホームセンターの防草シートを敷いていました。自分で防草シートを敷いても草が生えてきてしまうのでプロに任せようと思ったそうです。ペットのワンちゃんを放し飼いにしたいというご要望もありました。ウッドデッキいっぱいにワンちゃんが快適に走り回れる広さです。防草シートを敷いた上にウッドデッキを設置すれば雑草対策にとても効果的です。建物の脇の狭い部分も雑草に悩まされず快適です。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。